こんにちは。こんにちは。大原田康久です。大原田ひろみです。イルカの時間です。あの、ね、佐藤初美先生がね、お亡くなりになって、結構ね、なんかフェイスブックでもたくさんあれだし、いろんなことを教えてくださる方がいて、94歳。ねえ、まあ、いつかはね、本当にどんなに素晴らしい人でも、なんだろう、ずっと永遠に生き続けることはできないし、まあ、いつかはね、お別れがあるというのは、なんとなくみんな思ってたと思うんだけども、でもいざこうしてお別れの時期が来てしまうとね、やっぱりもっと、やっぱりある人は、やっぱり思い切ってお会いしに行けばよかったとかさ、そうだね、お話を聞こう聞こうと思って、まあ、いつかいつかって思ってた人も、中にはね、そういらっしゃって。そうだよね、と思うんだよね、きっと ね、それで去年のね、連休5月だったな。そう、連休だっけか、連休後だっけか、ゴールデンウィークかなんか、そのあたりだよな、行ってきたんで、まだ雪があったね、まだ雪があったんで、雪の山がわーっとあってな、薄木屋、キエとキヨも一緒に行ったんだ。そうな、4人で車で、車あの時に変えたんだよな、変えたのは、青森まで行くからっつって、急遽車買い替えて、それでさせてくださる方がいてね、一緒に。そうだな、でオビス先生も、一緒に楽しかったね。そうだね、そうだね。まあ初見先生とはもうね、長いお付き合いで、だ映画ができたのが95年なんだったよ ね。第2番はガイアシンフォニーの第2番ね、あそこでまあ縦糸の役割というかね、初見先生あれやっぱり広くこう世に出たのはね、多分地域ではね、すごく、まあもちろん、有名な方だったんだけど、全国区になったのはあのガイアシンフォニーからだろうな、ね、でもこの第2番ってよく今ね調べてみたら、すごい人いっぱいだったんだね。そうそうそう、初め先生に、ダライラマ14世に、あとジャック・マイオール、フランク・ドレイクさん、すごいそうそうたるメンバーの、そうそう、だからね、あのいろいろこうね、エピソードがあってさ、あの、まあ、監督はある別な人を、まあ、初音さんじゃなくてね、出演をこう交渉したんだって、でもなかなか交渉がこうまとまらない、でどんどんこう、時間だけが経っていく、そういう時にねふっと聞いたんだって、青森にこんなおばあちゃんがいるよって、その時辰巳監督ならではのこのひらめきっていうかさ、これだと思ったんだろうね。あ、そう、もうそのまま機材持って行ったんだ、行ってでそのままもう本当初対面からも、あの問い始めたんだっつって、そう言ったけどね、だからこれはもう運命の出会いだよね、これも。そう、20年前、もっと前よね、撮影だから準備したんだろうからね、そう、世に出たのが20年前だから、その前からね、ずっと追ってたんだろうから、いや、そんなに前じゃないんだよ。あ、そうなんだ。だからあの1年だよね、あの、映画の1年間をぐらいなんじゃないの。そういう話も聞いたことある。だから本当ね、それから本当に、まあ、やっぱりなんか日本人のこう金銭に触れるものがあったんだよね、まあ、一つはおむすびだよな、あのおむすび、あれが映画に出てくるともうなんかね、こう唾が溜まってくるんだよな、本当にね、あのおむすびが食べたいっていうんで、通った人もいるしね、そんなことで、まあ、初見先生お呼びして、講演会と上映会っていうのね、何回もやったな、でね、あの埼玉のね、あなたと一緒にやってくださった方々がさ、ね、福島さんとかいろんな方々が、ね、精力的に、ね、初見先生のところに通い、そう、毎年 ね、2月にはねお呼びしてたんだよな、お呼びしてね、で先生をお呼びして、あ、でも10年になった時だっけか、あの何日間かに分けて講演だけじゃなくて、あのおむすびの講習会とかね、たくさんの方にね見てもらって、本当に講習会ね、おむすび講習会でね、いや本当にさ、たかだかおむすびだって思ってしまうんだけど、やっぱり初音先生が握るとね、違うんだよね、説明を聞きながらね、そう、米の研ぎ方からね始まってさ、海苔の切り方までね、そう、本当にこう丁寧にこう、おむすびをね結ばれる、で、あれはね、今でも俺もまるっきり初明先生流のおむすびだからね、今日もキエにも出したけどさ、うちはダメなのやるとね、先生に怒られる、怒られるっていうか、手の中で踊ってるもん、そう、
先生は怒るってことじゃないんですよね、うん、もっとこうした方がいいですよって言って意味が合わないもっとゆっくりしましょうねってね最後ね一緒にこう包んでくださってね、うん、だから本当ねあの、うん印象的だったのはね、うんまあ、鈴木さんっていう友達がいて、うん、彼は結構重度の強だったんですね入院までしたんだからねそう、うん、で彼がどうしても発明先生に会いたいって言うんでさ、うんちょうどねその発明先生の本が、出る頃だったかなその前だったら取材してる時だったかな、うん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 、車乗ってさ、うん、で当時川越だったから、うん川越から車でずっと行ったんだよ、うんうん、たださ何もよく入ってなかった我々だけだった、うんうん、貸し切りだったんですね贅沢だねそう、うん、で、まあその鈴木さんとのともう一人女性彼女もうつ病だった、うん、で3人で行ってさ、うん、で、今で待ってたら初め先生がファッと入ってきて、うん、そしたらもう2人ともねもう涙涙なんだよね、うん、でおむすびいただいてさ、うん、で後から言ってくれたけどいやうつ病になるとね感情の起伏がなくなってくるんだ、うんうんね、で、泣いたことはないんだ、うんねうん、だけどもあの時はもう自然に涙がこぼれた、うん、それでこう治癒力がこうバチッと動き出したんだね入ったんだよ ね、うん、で彼なんか本当今ね、うんうん、とある外資系の大きな、ね、あのホテルのドアマンで頑張って働いてるからねうん、うん、あ本当ねもう彼にとってはもう恩人だよな。そうね。うん。だそういうものをこう間近で 見せてもらったっていうことがね、うん、こちらもまたすごくね、うん、その何かをね、こう言葉にして言ってあげるとか、何、うん、かをしてあげるとそういう大切なことじゃなくって、うん、本当にただ心を込めてそばにいるだけで、うん、人って癒されていくと、うん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 、ね、いうところ。これはやっぱりね日頃から、うん、まあ、人のためっていうかさ、うん、お客さんが来るでしょ誰か来るとなると、うん、もう 前の晩からも仕込みをして、うん心を込めてご飯を炊き、おかずを作りっていうおもてなしのね、うんうん、するわけよ、うんね、くっさりだけのおもてなしじゃないんだよ、うん、もう本当にまさにもう全身全霊込めておもてなしをする、うんうん、そうするとそれこそ初音さんの命のこもった、うん、エネルギーのこもったお料理がパッと出されるんだよね、うんうん、それがすごいね。それがもうこう全身の細胞が喜ぶようななんだろうね多分ね、うん、ものを出してくれるんだよね、うんうん、だから初め先生は食材のことそんなに言わない材料をねどんなものとかさ、うんうんうん、何でも心を込めてる、うん、ただ、まあ、旬のものとか ね、 季節のものね新鮮なものとか ね、うん、そういったものをこう大事に伝えるんだけど、うん、それを心を込めて、うん料理する、うん、それを命の移し替えって言ったかな、うん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 、つまり、野菜なりの命が、うんねその食べた人の命に変わる、うん、それで野菜もそうやって思ってしまう、うん、思ってくれるようなね、うん、そういうふうなこう、うん、扱い方をしてるんだよね、うんうん、じゃあこのあなたが書いたさ佐藤初音さん心のメッセージこれがもう何年だ、うん、出たのが2003年か、うんね、私この写真がね表紙の写真の初音さんがすごく私は好きなんだけども、うんうん、私はね初音さんで一番印象に残ってるのはやっぱりね子育てがまあね次々子供がいて3人大変だった時に、うん、初音さんとお話ししていてあ紀子のねガールスカートの話になったの、うんうん、ガールスカートに行っていて、うんうん、あの時多分ね紀恵とか紀穂も時々、うん、ガールスカートの、まあ、下部組織っていうかさ、うんうんうん、幼稚園の子が行くようなさあれなんて名前だったかな、うん、なんかそんなのにも行ってさ、うん、活動してることをねちょっと先生にお話したら、うんうん、ガールスカートにね、うん、お子さんを通わせるなんて本当に素晴らしいって、うん、お母さんが大変なのよねって、うんうん、頑張ってますねって言われて涙出そうになったん、うん、そうだねうんなんかね、うん、なんかあったんでねやっぱあの時私も大変だったんだよきっとあそうだよ、うん、で初音先生にそうやって言われてねあれはねお母さんが頑張らなくちゃいけなくて大変なのよね、うん、なんておっしゃってくださってそうずっともうねガールスカートのそうトップの、ね、私もそれ知らなかったの、ね、後からね初音先生そういうのをやってらっしゃるっていうかさ、うん、聞いてああと思ってなあでもあの時は本当になんか泣けてきたねなんかすごい子育てにこう大変だった時をこうなんか丸ごとこう認めていただけたみたいなね、うん、そうそう、うん、本当ねもう、うん、たくさんの人がね、うんまあ、初音先生に救われたっていうかさ、うんうん、いっぱいいるんだから、うん、ああね
うん、ペラ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 喋る方ではなかったけども、なんとなんとも言えないその一言。そう。だからね、春も基本的恵がさ、うん、行っていろんなお話をさせてもらった時にさ、うん、何気なくポソッと言ってくださったことがね、うん、すごい。そうだよね。うん、まあ本当に残ってるあの子たちにはね、うん。そう。あの時行けてよかったしね。本当に行けてね。誘ってくれる人がいて本当に行かせてもらってよかったなと思う。そうだね。うん、そう。あのまあね、初音先生が。うん、言われてることやってこられたことのね、うん、ほんのかけらでもさ、うん、できるようにならないとな。そうですね、本当にね、うん、ご冥福を心よりお祈りします。そうだね、はい、先生ありがとうございました。ありがとうございました。